マイク、ビーダマー、ダチアイ、セト、パルマ、オカルトスイーパーさん。よし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 。なんか来たね。久しぶりに言うのかな。久しぶりね。テンポ悪かったね今なんかね。そうだね。はい、ということで、よし、ほら、今日なんですけれども、なんすか、流行りに乗ろうじゃないかと。流行りとは、流行りとは何かありましたっけ？なんだと思います？今一番流行ってるのなんでしょうか？ワッフル。ワッフルでしょ？そうでもないやろ。待て待て、ワッフルで止めろよお前。何？ワッフルが今一番流行ってる。じゃあ、止めればバシッと言えばいいんだよね。そう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 。え、じゃあ今流行ってるもの一番何ですか？ワッフル。ワッフルですよね。なんで行くねんって、だからお前。もうめちゃくちゃだよ。確認したやん。止めればいいんだよねって。別にもういいけど止めなくて、もうここまで来たら。はい、ということで、はい、流行りなんですけども、ワッフルじゃなくて、夜にかけるです。だと思った。ですよね。じゃあ言うよ、それ。ということで、早速、うん、今日、心霊スポットで、僕がギターを弾いて、みんなで、心霊スポットで歌おうじゃないかと。夜にかけるわ。夜にかけるわ。なんで心霊スポットで夜にかけるを歌うかってことも、ありますよね。確かに。夜にかけるって歌なんですけど、実は怖い歌っての知ってました？怖い歌。そうなんですよ。これが、あの小説あるじゃないですか、小説のカップル心中してしまうっていう話の小説が元になった歌詞なんですよ。なので、それ怖い歌ではない、心中という怖い歌ではありますので、それを心霊スポットで歌ったら何か起こるんじゃないかということで、今回これをちょっとチャレンジしようかなと思ってます。マジで？もう2020年一番耳障りのいい曲よ。でしょ、めちゃくちゃいい歌じゃない。それが実はそういう隠された恐怖があるというね。はー、知らないこともあるもんだね。でしょ、で、それを今回マコのダム、これも心霊スポットが、あの辺はめちゃくちゃ心霊スポット多いから、多いじゃないですか。まあ一家心中の家もありますし、山門もありますし、あのトトロのね、舞台になった場所って言われてるところもありますので、結構その岩つくつき、なんていうかというと水回りだと、いうことで、そこで歌ったらなんか反応があるんじゃないかということで、歌っていきましょうか。なるほど。だからまあね、あらかじめ俺らにここを覚えてこいっていうのをね、そうサーチャーが言ってたもんね。それぞれに、なんかパートごとに分けてくれたもんね、サーチャーが。ダムですよね、行くの。はい。カラオケ機種何選びますか？そうですよね、ダムですよね。まだ言うてない、言うてない、何も言うてない。ダムなんです。ジョイサウンドの可能性もある。じゃあもう一回聞くよ。カラオケ出たら何選びますか？そうですよね、ダムですよね。ないねんて、だからお前ダム選びますよね、皆さんね。人によるって。ジョイサウンド好きな人もおるし、ダム好きな人もおるし。ということで、今回俺たちのカラオケ出たらダムですよ。そこで歌いましょうということで、それぞれもパート頭に入れながら現地に向かいましょうか。よし。はい、ということで早速いきます。だから言い忘れてたけど、これ誰か間違えたら、あの最初からよ。ああ嘘。あ、そうなんや。まずそのまま流すじゃなくて、もういや、それも撮り直しってこと。編集しねえんだ。編集しない。だからもう一個一個パートに分かれない。もう本当全部ワンなんていうんだっけ、そういうの。ワンカット。ワンカットでいくから。沈むように溶けてゆくように二人だけの夜が聞こえる夜に間違えました、入ってません。え、なんつった今、なんかわかんない。ホルニーみたいな。ホルニーつった。二人だけの、あっこまでの二人だけの、まあるからね、これように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に待って。あ、まだ入ってなかった。あ、そっかそっか、俺はあれする、
あの歌った時に。ジェンジェンジェン。さよなら。そう。オッケー。ごめんごめん。40カット目ぐらいの反省や。もうこれ。まだ2やから。沈むように溶けていくように二人だけの空が広がる夜にさよならだけだったその一言で全てが分かった日が沈み出した空と君の姿過ごしに重なってた初めて会った日から僕の心の全てを奪ったどこか儚い空気を窓には悲しい目をしてたんだいつだってチックタックとなる世界で何度だってさっぷれる心ない言葉うるさい声のコンペポンペンソンフォーペンフォーペンフォーペンリカバリーできねえからそんなんじゃフォーフェイフォーフェイ悪化してるだけだからフォーフェイフォーフェイ沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜にさよならだけだったその一言で全てが分かった沈み出した空と君の姿フェンス越しに重なってた初めて会った日から僕の心の全てを奪ったどこか儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだいつだってチックタックとなる世界で何度だってさ溢れる心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそうでも二人な喜びきっと二人なら見つけられる騒がしい日々に笑えない日々に思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前に記憶の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めた日々を大切な思い出を使わない何回行きすぎやって壊れたどこでおかしくなったわからん、誰も分かってないと思う。ちょっと、こんな3回もあった。無限ループになってたよ。2回だよね、今。沈むように溶けていくように。二人だけの空が広がる夜に。全てが分かった日が沈み出した空と君の姿フェンス越しに重なってた初めて会った日から僕の心の全てを奪った僕が明るい空気をまとう君は悲しい目をしてたんだいつだってチックタックとなる世界でジョッポがペガジョッポがペガ困ったちょっとガッペかありがとう本当にありがとうちょっとね、俺もね、ギリギリだったからねそして、幾度となく夜にかけるワンカットチャレンジをしてみるが毎回あと一歩というところでつまずいてしまうそして、気づけばすでに2時間が経過していたそろそろ成功してほしい円形円形やろ円形って円形って円形ってこれやばいよよし次一回成功しようよっしゃおーとかやれよそして迎えたいきまーす3、2、1
沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜にさよならだけだったその一言で全てが分かった日が沈み出した空と君の姿フェンス越しに重なってた初めて会った日から僕の心の全てを奪ったどこか儚い空気をまとう君は随時目をしてたんだだってチックタックとなる世界で何度だってさ触れる心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそうでもありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる騒がしい日々に笑えない君に思いつく限りまぶしい明日をあげない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよいつか日が昇るまで二人でいよう作品ができましたよ。大成功。なんで一段降りてまた登った。今普通にこいつちょっと噛んでたからね。最終的に最後ちょっとやばかった、ね。まあ審議ではあるよね。どこがですか。まあ俺がやりたいって言ったやつだから、うん、本当に申し訳なかった。けどいい作品はできたと思う。団結も深まったし。はい。以上オカルトスイーパーズでした。ベロリンピア。動画を編集していたスタッフがチャレンジ中にある異変に気づいた明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら明けない夜に明けない夜に明けない夜に落ち曲中にメンバーではない高い声が入っていた初めはターチャイの裏声だと思っていたがターチャイ自身は成功させるのに必死でふざけている余裕はなかったという他のメンバーにも聞いてみたがそんなことをする余裕は誰一人いなかった一体何の声が入り込んでしまったのか「オカルトスイーパーズ」は視聴者の皆様からの怪談を募集しています Twitter の DM または概要欄に記載してあるメールアドレスに送ってください Twitter とインスタのフォローもお願いしますチャンネル登録・高評価もお頼み申すそれでは明日もベロリンキョー。